こんにちは、ニューヨークファンクフィジョの高田です。今日は質問コーナーということで、質問に答えていきたいと思います。ですね、猫背なんですか、反り腰なんですか、私どっちって聞かれることよくあるんですね。で、中にはですね、私猫背だって思っていました、いや私反り腰だと思っていました、またはね、誰々先生に猫背って言われました、私は姿勢が悪くてずっと肩が丸まって猫背なのに反り腰とも言われますみたいな方結構おられるんですね。はい、答えていきたいと思うんですけど、基本的には反り腰も、ごめんなさい、猫背が反り腰を引き起こしていることが多いです。だから同意語みたいなところもあります。反り腰の人っていうのは結構猫背ですし、猫背の人は反り腰になりやすいです。どういうことかということを説明していきたいと思うんですけれども、まあ猫背ってね、多分わかりやすいと思うんですよ。基本的に猫背じゃないですか。下を向いてしまう、このね、胸椎とかがこう丸まってしまってこんな感じになってしまう。これ猫背ですよね。で、反り腰ってどんなのって、こう反ってね、腰が、腰椎がこうぐーっと反ってしまっている。これが反り腰ってよく言われるものなんです。その場合ですけども、大体同じ、同様に存在しちゃってるんですね。っていうのは、ここがね、反ってる人、あの、猫背の人、おばあちゃんとかおじいちゃんとかなんて、もうほんと背をついて、こう下しか見えないよ、もう上を見れませんっていう人は、基本的には反り腰じゃなくて、猫背でいいと思うんですけれども、そうじゃない。これね、よく20代、30代、40代、50代ぐらいによく起こりやすいんですけれども、まあ、ここはもう丸まっちゃってる。パソコンのしすぎとか何でもいいです。もう丸まっちゃっている。今日進展がなくなっちゃっている。ただ、こうやって歩くわけにはね、30代、40代の人ってこう歩きたくないし、50代の人もそうですけど、こう歩きたくないじゃないですか。じゃあどうするかって言ったら、ここ変えないですよ。ここ変えないです。ここ変えないです。何をするか。はい。まっすぐ見れました。ね。結局、猫背なんですけど反り腰みたいなことになってるんですね。これがほとんど、多くの人はこういうパターンに陥ってます。なので猫背と反り腰っていうのは一緒に存在するよ。で、よくはないです。両方存在する方は両方の問題を組み合わせて持っているので、余計に問題がひどくなります。逆にね、もうこうやってた方が問題が少ない時がありますね。これを無理にこうやってね、自分でこう、下向いちゃって、これよいしょーっつって、こう反り腰にしてるから、腰も痛くなるし、首も痛くなるし、肩も痛くなるって、全部痛くなるパターンですよね。なので、こういった方、多いです、非常に。特に、30代、40代、50代ぐらいにめちゃくちゃ多いので、もしあなたがこれに該当する場合は、非常に気をつけてください。腰痛の原因、首肩痛の原因、そしてその他ね、もろもろ他の問題のね、原因にもなりやすいので、もしあなたが、あ、私そうかもと思った時には、これを改善していくのがいいと思います。はい、そんな体では将来、体が動けなくなってしまいますよシリーズで お伝えしています。今回はですね、猫背、反り腰、どっち問題なのっていう質問に対して、お答えしていきました。ニューヨークからお届けしているファンクフィジョの高田でした。